冬のシーズンに向けて今年も牡蠣の養殖の準備が始まっています。瀬戸内市では小学生が牡蠣の種付けを体験しました。これが全部牡蠣です。県内有数の産地奥羽町漁協で行われた牡蠣の種付け体験です。子どもたちに地元の食材への関心を高めてもらおうと2年に1回行われているもので、今日は瀬戸内市立もかけ小学校の5年生と6年生合わせて10人が参加しました。参加した児童は地元の漁師に教わりながら牡蠣の種が付着したホタテの貝殻をロープに結びつける作業に挑戦しました。7、8、9、10、11、楽しいけど疲れる。大きくなってくれたらいいなと思います。フライにして食べたいです。牡蠣を食べてもらうときに、あの時こんな匂いがしたなとか、あの牡蠣がこんなに大きくなったんだなというのが分かっていただけたら価値があるかなと思ってます。種付けされた牡蠣はいかだに吊るして養殖され、来年2月から3月頃に収穫される予定です。